山瀬シュートまでいった。そしてここで長い笛1対0、 J1 復活はなりませんでした。シュートへ来た、決定機、いやー、まだ押し込めるか、押し込んだ、大きな得点、優勝2で5連勝、先制東京ヴェルディ J1 昇格へ。ドグラス・ティーラー同点、三河に入った。25日の開幕戦、勝つためにもサポーターの皆さんの応援が大事になってくると思います。で、選手はスタンドが緑に染まるということで楽しみにしています。応援よろしくお願いします。